一番最初に私2日後ぐらいに行ったんですけど、水引いてすぐ行ったんですけど、やっぱり外から見たら全然大丈夫かなと思って、やっぱ近づいたら、あ、ダメなんだなって、本当は一度やめようかと思ったんですけども、まあ三越さんの方からちょっと、機会があってお話があって、もうすぐご用意しますんで行ってくださいっていうお話でご支援いただいて売ることになりましたね。やっぱオフィス街っていうのもありますし、やっぱお昼はやっぱりサラリーマンの方とか OL の方とか結構いらっしゃっていただける。で、土曜日、今回からも日曜日も営業してるんだったんですけど、もう本当の一般のお客様が多くて、サラリーマンとかじゃなくて奥さんとか連れてきたりとか、お子さんは連れてきたりとかに土日はやっぱりいらっしゃるんで嬉しいなと思いますけどね。本当は四季じゃないですか、季節は、まあ、梅雨も入れてごきめしで、まずは春がホッキ、初夏が梅雨の時期ですね、がシャコ飯なんです。真夏が今のアナゴ飯で、それが終わって秋の9月からハラコ飯で、冬の12月中旬ぐらいからカキ飯が始まるんです。一番美味しい時期に美味しい状態でお客さんに食べてもらうっていうのをやっぱりうちの信念でやってますんで、やっぱり今回仙台に来て初めて渡りっていうのを付け足してもらったんですよ。渡りの荒浜ですよっていうのを知ってほしかったし、あと渡りのちょっとでも貢献になればっていうことで、渡りっていうだから必ず帰りますよっていうことを知らしめるためにも渡りっていうのを必ずつけて荒浜っていうのをしたんですよ。今ほとんど家族でほとんどやってるんですけど、まあ今弟と親父と母とあともう一人、今一応弟子の一人、今家族でもまあ毎日じゃないですけど、まあほとんどその話でいつ帰るかいつ帰れるかっていう、すぐには帰れないけど今ちょっと我慢してぐっとこらえて、町がちょっと戻るのを見計らって一緒に復興していきたいなと思ったんで、2年か3年ぐらいを目処に帰りたいなっては思って、帰りたいなというか帰りますけど、必ずそのくらいとして目処はつけてますね。荒浜は必ず渡りに帰ります。